ランチングとフィスティングとやっぱ3つあるんで難しいんですけど、そこは多分ボールが変わってきた時にやっぱ瞬時に判断しなあかんので、その子供がどのプレーを選択するか。でただ、さっきも言いましたけど、その今の少年の年代でうちのキーパーの、まあ、感じから見るとキャッチングっていうのは非常に難しいと思うので、パンチングなりフィスティングをボールにしっかり触れっていうことを教えてあげたいと思います。じゃあ、あともう5分ぐらいですけど、キーパークリニックってもう一回やってくれるって聞いてるんで、はい、もう一回はちょっと難しいことやろうと思うんで、今日ここまでのおさらいを最後に。野崎さん、ちょっとさっきのパンチングは不満やと思います。あのボールに対してしっかりポジションを取って、今度シュート実際打つんで、はい、キャッチしてみてください。今跳ねましたよね。ないないない。おー、なんか動いた。うまいですね。あのポジション連れてたら遠慮なくぶち込みますんで。はい、ありがとうございます。すみません。